皆さん、こんにちは。超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。リルル役の桑原祐希ですえ。私の演じるリルルちゃんはですね、あの、高校生たちが飛ばされた先の異世界に住むエルフの少女なんですけれども、とっても心優しくて穏やかであったかい気持ちを持ったそんな女の子でございます。あの、つかささんが作ってくれたことがきっかけで、マヨネーズが 大好きになった子なんですけれども、皆さんもこの作品見ていただくと、マヨネーズ食べたくなると思いますので、あの、気をつけてください。<laughs> はい。ということで、超人高校生たちは異世界でも余裕で生き抜くようです。は、10月3日より、いよいよ放送開始となります。放送まであと11日です。意外とある。皆さんぜひご覧ください。明日はですね、日高里奈さんのカウントダウンです。お楽しみに。 目が覚めてご飯